こう。すげえ。メタル。やしてたのよか違うな。想像してたのもう全身金属で、全身金属ずっしり重たいのかと思ってね、重さ測ろうと思ってさ、あのこれ持ってきたのに測るまでもなく、あのめちゃめちゃ軽い、普通のなんだろうっていうか普通のいつも通りのフィギュアーツよりも軽いかもしれない。すごいチャッチー感じ見た目はすごい美しいわ。ただ持ったらなんかちょっとチャッチく感じる、軽いから。想像よりも軽くて、これね、頭だと思ったけど肩だ。これ肩のパーツだね、これ。のパーツついてるのいいね。これは熱いわ。ああ、そっか。だから、左手と左肩のこのパーツ。ちょっとメタルが剥がれている。そして、これが尻尾なんだけど、ちょっと残念なのが津波決めのこの、ボールジョイントが見えちゃうね。ボールジョイントも、これで、ね、まあでもメッキ無理か。ここもさ、メッキしてほしかったね。そしたらこの関節部分も目立たなかったんじゃないかなって思うんだけど。めちゃめちゃ長いね、尻尾。パッと見この、なんだろう、ギャバン張りのメタッキーボディがさ、すっごい高級感に満ち溢れてるんだけど、やっぱ持つとね、めちゃチャッチー感じがする。軽くて。すげえじゃん。見たい、これ本当に金属だったらやばかったろうね。まあ、金属で可動フィギュアは無理か、よく考えたら。面白いな。